のパリマドリード間レースは、1911年5月21日から26日の間に行われた飛行機によって最初に行われた本格的な長距離飛行レースである。文字通りパリからマドリードまでで行われた。10万フランの賞金がかけられ、1 2 0 0トルの距離で争われるはずのレースだったが、当時の飛行機の技術レベルに対しては過酷な。 レースであり8機の参加機の内マドリードまで飛行できたのは1機だけだった。出発時に大きな事故が起きた。レースは3ステージに分けられ、第1ステージはパリからアングレーム、第2ステージはアングレームからスペイン国境のサンセバスチアン、第3ステージがマドリードまでであった。参加者と上機は以下の通りである。トランの事故の写真5月21日。 20万人とも、いわれる観衆が、石イコールレムリの飛行場に集まり、1911年5月21日の午前6時に、参加者の離陸が始まった。ボーモントジルベール、ギャロス、ルラスールは、離陸に成功したが、フライは、離陸に失敗し、ベドリーヌの飛行機は、準備が整わず翌日出発することになった。5番目に出発したトランの機は唯一、 同乗者を乗せることができ、同乗者を乗せていたが、飛行機の調整は十分でなく、離陸すると飛行が不安定となり、出発点に戻ろうとして、監修の中に突っ込んでしまった。来賓の国防大臣、モーリス・ベルトゥーやフランス航空会の応募書、アンリ・ドゥッシュ・ドラムルトラが負傷した。最も深刻だったのは、国防大臣のモーリス・ベルトゥーで、プロペラで頭と腕を負傷し、 飛行場で死亡した。事故の様子は映画に記録されており、翌日パリで公開されたニュース映画は大きな衝撃を与えた。第一ステージを飛行し、アングレームに到着できたのは、ギャロス、ジルベール、ベドリーヌの3人であった。フライは A タンプに不時着しリタイアした。ルラスールは振動を失い、ボーモンは2時間以上を飛行したところで、プロペラを破損しリタイアした。 ギャロスが 390km を4時間48分で飛行した。5月23日のサンセバスチアンまでの第2、ステージに出発できたのはギャロスとベドリーヌだけになっていた。ベドリーヌが 335km を3時間45分で飛行し、ギャロスより2時間先着した。5月25日にスタートした第3ステージでギャロスは 20km 飛行したところで不時着し、 再度飛び立ったがビトーリア近くのアラザグーシアで飛行を中止した。ベドリーヌは遊国ブルコスに着陸し、翌日の8時にマドリードから 15km のヘイトフ飛行場に到着して優勝した。ありがとうございます。